はい。では、未来への遺産、パート3でございます。今回で、えー、一応ね、この3部作終わりにしようかと思いますけども、私たちが未来にどんな遺産を残せるかってことと、あとは、未来に対して、この世の中がね、この社会が、この社会のテクノロジーが、私たちに未来にどんなパラダイスを用意してくれるかってことを、かなりね、これリンクするんですよ。というのがね、NHK を守ると、ねえー、この N 国っていうのがありますけども、こちらと、れいわ新選組さんね、 というのがありますこれ両方ともね YouTube だけでお金を集め YouTube だけで人を集め YouTube だけで信頼を集めてきた人たちなんですよ今まではどうだったかっていうとテレビや雑誌や新聞に出なければこれができなかったんですよ、ね、でも今テレビや新聞やあ雑誌これを見る人がどん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 減っていってますなぜ減るかっていうと20代30代40代の方が見なくなってきてるんですよ そういった年代の方はスマホでネットのニュースを見ます。ネットの速報を見ます。NHK のニュースではなくってネットの速報の方が速くて正確なんですよ。しかもいろんなオピニオンがあっていろんな見解が見れるんで頭がね鍛えられるんですよね。でも NHK の番組って NHK のコメンテーターとかアナウンサーが話す内容から解釈するしかないんですごくね、あの狭いんですよ。浅いそれでうん。だからね、あんまりいい情報源ではありません。皆さんもね 年齢の離れた方70代80代の方と話していて頭固いなーって思ったことないですかそれはですね気の毒なことにテレビで20代30代40代50代60代70代80代にもうテレビってものから情報を取り続けた後遺症なんですよもうこれ頭固くなるしかないんですよねで大切なことはわからないでどうでもいいことっていうのをものすごく大事にしてるんですよこんな例があります柄系を持っている 70代、80代の方ねね携帯電話です、ね、ガラケーを持った方がこの 3GS に支えられたガラケーってのが終わってスマホだけの 5G の世界になるってことを知らないんですよテレビでやってないからです私たちはインターネットってものを通じて今度は 5G の波が来るから YouTube の世界だよってことを知ってますけども残念ながらねテレビ雑誌新聞を見てる人って 5G の意味もわからないし 5G って存在も知らないんですよだから多分急に携帯電話の サービスが打ち切られるっていう状況に放り込まれるでしょうねそして寂しいことにその携帯電話が使えないがゆえに救援信号が送れなかったり友人や親戚と電話ができなくなったりっていう現実にたたき込まれますそしてそんな困るよこんな携帯電話なくなったらっていうふうな世の中を作ったのは誰かっていうとその世代の人たちなんですよ。ここの総務省がねををやめて G にししますよってこという決定たたそういった 政権を選挙に一生懸命行って今の党を選んだのは誰ですかとそうなんですよガラケーしか使えない人たちなんですよ。ガラケーしか使えない新聞テレビマスコミこういったものを「うんうんなるほど」と信じてそこに投票した人がまんまとですねメディアと政権の陰謀に引っかかって自分たちから自分たちを搾取する人間を選び続けてるってことなんですよ。 自分たちをを不幸にすするる人間を選び続けて,るってことなんですよそして印象操作です YouTube で活躍してる人をかなり軽んじたりとかバカにしたりとかね過激派だとかね、えー、そういうふうにあ、まあ、軽く見る傾向にあるのがこれまたテレビ新聞雑誌に読された人たちなんですよねでも確実についてですね10年経ったらテレビ新聞うそういった何ですか雑誌ですか10年経ったらこういうのを主な情報源に来て 情報源にしてきた人は過ぎ去っていきますよねそして幼い頃から YouTube を見て YouTube こそ情報源だと自分で選べる情報がいっぱいあるといった世代が増えてきますそういう人たちが誰に投票するかっていうと YouTube で発信している人に投票するしかないんですよ で YouTube で自分たちの使い慣れてるメディアに合わせてくれる人の話を聞きたいんですよ。でもテレビを見ないとしかも何時何分から放送しますしよみたいな時間に拘束されてそこにえオンエアしないとそこにオンタイムで見ないとおその情報がもらえない人っていうのはもうテレビをねものすごくね嫌がりますよね。私もそうですよだって夕方7時からこんな番組やりますよって言っても私の今の感覚だったらどうせ誰かが YouTube にアップするよって感じで見ないですよね。 ってことは YouTube 見るんですよテレビ番組を見るのも YouTube を見ます。でも YouTube を見ない人ってのはテレビが7時から始まるよって言ったらその7時のね5分前とか10分前にテレビの前に行かないといけないんですよね。<laughs> 支配されちゃってるんですよ情報に。で私たちは情報を選んでる方です。うんまあ、そう考えるとこれからのね、えー、未来っていうのが誰に対して遺産が設けられてるか財産が設けられてるか楽園が設けられてるかってことは明らかなんではないかなと思います。さあ今度は我々の番です。 YouTube という素晴らしいね、プラットフォームを使って、どんなことを発信していくのか、どんな人がいるってことをお知らせしていくのか、そして本当の、本当に頑張らなければならないのは、どういう分野なのかってことを、私たちはね、になっているんじゃないかなと思います。そうですね。20年経ったら私たちもね、何歳ですかね。老人の仲間入りですよ。20年経てば。その時に、若者から見てもらえるような、若者から YouTube で検索してもらえるような、 そんな老人になれるかどうかっていうのがこれからの下流老人と上級老人を分けるんではないかなと思います。あえてこの言葉を使わせていただきました。それででは以上です